記憶喪失だわ。何もかも覚えてない。曜日すらも抜け落ちていく。おはよう。朝からだから映ってねえんだよな映ってねえんだよな、どう考えても今日も可愛いよ、見えてないけど映ってないんだよな考えても映ってないからね。声ガスガスだわ。しかも心眼持ちなんでサイですかサイですかとか、肩だけで伝わる。え、暇なのみんな。なんでそんないっぱいいんの。どうしたの。金曜日だよ、仕事して仕事して、平日平日、え、祝日じゃないよね今日。有給黙れ、仕事行け、給料もらって休むな夜勤明け？お疲れ様。夜勤明けは偉いね。電車移動中、どこ行くの？仕事中です。仕事中ですもおかしいからね、うん、仕事して工場なんの。アイドルは有給ないの。あるわけねえだろ、普通の給料だってないのにあるわけねえだろ。くれよ有給。月給？こんにちは。
ブラック企業だね。酷使されて。こんにちは。朝から元気だみんな。なんかね、もしかしたらピンポン来るかもしれなくて、ピンポン来たらちょっと一回止めるね。いい？アマゾン、うん、お洋服、僕も止まって待ってます。どういうこと？動いていいよ、マジ仕事して全員。マジ仕事して、本当に仕事して、なんかさ、私さ、違う、なんであれかっていうと、この時間だとこう、そうだね、え、なんか捕まってる夢を見て、なんかリカちゃんのせいで仕事できなかったから訴えますとか言って、それでなんか捕まる夢見たんですよね。そう、知らんけどっていう、なんて不憫な。あ、不穏なか、いや、言いがかりすぎる。ね、言いがかりで捕まり夢見ました。体調悪いな。体調が悪すぎる。夜の配信、私化石みたいになってるかもしれないから、ここでたくさん喋っとくね。ほぼほぼゾンビみたいになってるかもしれない。夜の配信は YouTube ですよね。YouTube ライブ、 NGT の公式の方の YouTube ライブがあるので、見てください。まあなんかタイアップなんでコメントはつけると思うんだけど、こ、あ、コメント読みマシーンになろうかな、私。
コメント読みマシーンになるわ。ファンにわかるサインを送ってください。そういうのやだ、めんどくさい。普通のアイドルに頼んでくれ、そういうことは。私ちょっと普通のアイドルじゃないんで。初見です。おはよう。ちょっとわかんない。なんですかそれ。誰か教えてあげて。YouTube ライブ中に働けって言ってね。その時間もみんな帰ってきてんじゃない？家に。おとなしくしてよと思ってんのに、私 YouTube ライブ。ガヒメは普段怒ったりするの？怒りますよ、プンプン。怒りますよ。リカはね、なんか私の考え、理科の思ってることをなんか私がわざわざ説明しなくても理解してくれる人がいたらすごく、なんだろう、心強いんですけど、いちいち説明しなきゃいけない人だとちょっとイライラしちゃう。無能スタッフね。うん、そうそう。私星読めるんだよね。星が機能して、もうね、私に星なの無意味なんだよね。星読みの天才。そうそう、私の二つの星読みの天才だから。なんかガンニバル見たら怖くて寝られなくなった。4話まで進んだ。でもグロい、本当にグロい。星を読むものだった。かけー。割と普通だった。何が普通だった？ガンニバル？マジ？
って言ってる俺かっこいいのやつか。あーなるほどね。普通じゃないと思うけど、あれは結構グロいよね。リカちゃんがそういうのってかなり怖いのか。え、うん。怖いっていうか、まあ、グロい。怖くはないんだけど。グロい。怖くはないっていうか、なんだ、見る人によっては怖いかも。なんか、だから、ミッドサマー、日本版。ガチ、これがしっくりくると思う。かっちゃん割と体勢あるイメージだったけど、いやそうだね。あ、グロいのに。そうだよ、だってあのあれだもん。だからホラーゲーム実況見ながらご飯食べれるから、ゾンビの。だから結構やばい人なんですけど、でもグロいなと思った。なんかメイクすごい、特殊メイク。あのさ、作り物って分かってるからさ大丈夫なんだけどさ、ゲームとかって実写だとやっぱリアルだよね。なんかメイクがえぐい。私逆に医療ドラマ見れないんですよ、気持ち悪くなっちゃって。この違い分かるかな。うん、リアルの方が無理。医療ドラマとかさ、たまにそ見えるじゃん、断面図みたいな。ああいうの無理なんだよね、気持ち悪くなっちゃう。うん、実写って嫌だね、確かに。おはようございます。おはようございます。本日のお仕事は夜配信がありますので、そちらを見てください。もうこれは準備配信。楽しみにしてます。うん。見てください。夜
うる。でも私山多分もう死んでると思うけど。いたたたたたたた。よっこらしょ。おもんない会議が全ちょっと待って会議中に見てるの？会議して。会議してくれないかな。見なくていいんだよ、こんな配信は。会議中だよ。え、なんでなんでなんでみんな会議中なの？ちょっと待って、え、流行ってる？会議中に見るの流行ってるんだ。あ、そう。え、リモート会議ってこと？フラッと覗いたら可愛すぎて、会議だからじゃ、いやいや、だから映ってないんだよな何見えてんだろう、怖いな。これが、ゾッとする怖い話だよ。何が見えてんの？マジで。私の残像？残像だけでご飯いけるタイプの人？映ってないんだよな。ずっと映ってないはずなんだけど、おかしいな。脳裏に焼き付いてる。あ、そっち系のタイプの人か。怖いよ、もう。残像見ながら飯食えるタイプ、やば。もう何も言えないよ。よし何よし何、好きにしてくれ。しっかりと網膜にタトゥーされて、タトゥーってガヒメの今日の髪型決めていいよ。じゃあみんなが好きにしてくれ、ジュアルみんな好きに飯でも何でも食ってくれ。中井さんかどん兵衛どちらのコメントしたら読んでくれますか？あ、そう、どん兵衛のねコラボ配信なんですよね、夜ね。多分ね読めないと思うよ。普通に端末があれば読めるけど、どうなんだろうね、雰囲気わかんないか。私何するかも分かってないんだもん今日。やっこいっちょ。ポニーテール、やだやだ。うるさいなこいつは。もう森に帰れよ、早く帰るっすって言ってんのに。
巻き下ろしはいかがでしょう。他は他。対するは。今日衣装なんだよね多分。だからそれに合う髪の毛が。緩めのハーフアップにする。ハーフアップ。まあ一理ありだね。他は？他、なんかこれだっていう髪の毛見つかってないまだ。まあ散らかし上げでいいか。新しいね。新しいね。羊さん部屋ってどんなやつ？どんなやつ？このままだと巻き散らかし上げになっちゃうんだけど。エンゼルクリームかフレンチクルーラー食べたい。ミスド行きたい。でもさ、うん？散らかし上げやばい。こんにちは。安易に。4日前ので腐ってるだろ。リガイメってミスドからドンベイ、ま、何でも似合うよね。褒めてるのかなそれは。褒めてる、褒めてるの。たまに無性に食べたくなるときあるよねミスド、うん、下目に二つお団子の髪型好きです。あああれちょっとめんどくさい。ストレート、あーストレートいいね。ストレートにしようかな。ストレートおろし。なんか私もそんな気分だわ。ストレートおろしいいな。まき散らかし上げの真逆で草。まあ答えはそこにあったよね。答えはストレートおろしだったよね。まず散らかしたくないしね。ただメイクさんいるから私は顔だけ仕上げていけばいい。私がストレート頼むときは人を殺せるぐらいまっすぐなストレートにしてくださいっていう。
刺されたいなリクエストが物騒、うん、それぐらい鋭利なってことね。鋭利な なんか顔ブスなんだけど、むくみまくってる、泣いちゃいそう、むくんでてやだな。ふかふかのベッドで一生寝てたい。白雪姫っていいよね。だって寝てるだけで王子様来てくれる。そんなことある？私ならやきもきしても先に起きてスニーカー履いて会いに行っちゃうね。こんにちは。リガちゃんはいつどんな顔だった本当か。画面の右側に様に映る肉も見て。これ？私の肩だよ。ひどい、肉まんだなんて。デブって言いたいの？もう二度と何も食べない。私の肩肉まんって言われた。もう何も食べないことにした。ご飯食べない。肉まんってこの世で一番嬉しくない。やだ、もう何も食べない。デブって言われた。あ、え？どっか行った。ピューラー。あったあったあった。肉まんにからしつけますか？つけないだろ。早く帰れよ森に。リガイメってラーメンみたいだよね。より肉まんみたい。の方が良くないですか？かな。いや、もう何言ってもダメですよ。肉まんは嫌だよ。肉まんはね。
細細だから食べて。なんか最近まつげが長すぎてビューラーに入りきらない。まつ育しすぎた。何も塗ってなくて、だってこれだよ今。何も塗ってないからね。すごくない？ちょっと美肌効果のせいで見えないんだけど、ここまである？見えないわ。カーチねー。マツエク、うん、エクはしてない。マツエクすると地まつげ抜けるからやだ。まつげ抜けちゃうんだって。リカはね、自分のまつげで十分なので、まつエクはしません。怖いもんだって。いや基本的に痛いのとか怖いのとか嫌だから。その人によって変わるやつとか、他人に全てを委ねなきゃいけないやつって結構勇気いるよね。整形とかもそうだけどさ、それでなんか出来とかもさ、人によって違いますとかって言われたらさ、余計に「え？大丈夫なん？」ってなるやん。やばい人来た。通報する。はい。
なんか話が通じない人って怖いなって思いますよね。海外の人でも話通じるのに、同じ日本人で話が通じない人は「ってなる。そういう人たくさんいるので、この職業をしてるとたくさん出会うので、もう怖いですけどね。たくさんいるね、たくさんいるよね。中井さんって呼ばないで、うざい。なんか名字で呼ばれるの嫌いだな。なんで中井さんって呼んでくるの？うざい。てか名字嫌いなの、自分の。これはね、理由がちゃんと明確にあるんですけど、言えないんですよね。言いたくても。リカちゃんこんにちは。はい、こんにちは。夕ご飯何にしようかな。やっぱりチャーハンが
チャーハン、ラーメンの方がいいんじゃない？ラーメンにした方がいいんじゃない？それか肉まんか。根に持つタイプです、こんにちは。私根に持つタイプです。まあいいや、あとはメイクさんにやってもらおう。着替えなきゃ。でもどうせ衣装なんだよな、こういう時が一番迷う、服に。服あるのに全然あれだ。唇の乾燥がえぐい。ドドンドドドン、よっこらしょ。ゆったりしたな、どゆったり。二人って何？わかんない。わかんない。わかんない。ゆったりって何？え、ちょっとマジでちょっとどうしよう。顔面つよつよ祭り。でももう諦めた、もうあとはメイクさんにやってもらう。何着たらいいかわからないよ。髪の毛ボサボサ、寝て起きてそのままなのでボサボサですね。選択肢多いと迷う。そう、全てはそれなんですよ。ちょっと声だけ聞こえるようにするね、一回。大丈夫？よいしょっと。わー、どうしよう。マヨチ、マヨチです。あ、コメント見えてるからね。マヨチです、マヨチ。
よいしょ。リカちゃんマヨチです。そう、リカちゃんはマヨチ。黒？黒なのか？これなの？あ、マヨチだね。マヨチ、アスパラは一番マヨチがいい。それマヨネーズ、それはマヨネーズ。リカ姫はマヨチ。あー、わからん。今日はこれを着てくださいってもう差し出してくれてないかな。今日はこれですって、もはや差し出してくれたら私だって楽なの。やばい、爪が折れかけている。マヨネーズチーズ違う。あー、どうしよう。寒い、今日寒い。長野県の人、今日寒い？普通に寒いと思う。あ、ガチで見えてる今。大丈夫？うん、男の大丈夫はあんまり信用できないけど、ユンナタスの大丈夫は信用できる。どうしたらいいの？わからないよ、私。信用度の違い。信用できないよ。男の見えてないよ。だって見えてる時だってそうやって言うでしょ。うん、大丈夫だ、見えてないよ全然みたいな。男ってそういう生き物なんじゃないの。変態さんたちなんだから。否めない。最近着てたバイオレットみたい、白いと青いやつ可愛かったです。え、どれ？わかんないわかんない。何？白と青いやつ、なんじゃなんじゃ、どれ？リキャンディのやつ？あ、え？ブラウスかな、わかんない。は
話し会の時の、お話し会の時、はいはいはい、やばいやばい、ひのちゃんの初期みたいな間違いを犯してしまうところだった。ねえねえ、どうしたらいい？マジで何も思いつかない。マジで何も思いつかない。ツイッターに上がってた気がします。はぁ、ツイッター、どれやねん。昨日上げたやつ、あれ衣装なんだよね。声だけでも可愛い。あ、ちょっともう今ダメだ、おっぱい丸出しだから4日前でした。4日前、洗濯してる、臭いなそれ。洗濯してますね。マジで分かんない。もういい、いい、何でもいい画面の向こうはそんなことに。あれはしてますけどね、あのギリギリブラジャーはしてますけど、そんななんかご高音の変態どもが変態どもがよ、調子に乗りやがって。何汚いの？もうわからない。あ、わかった。あれは？細かくで。あ、説明しなくてよかった。詳細必要かなって思って もうちょっとで見えるようになるからね、少々お待ちを。僕もそれだった。嘘つけ、嘘つけ。
それいいじゃん。待って、見えてる？見えてないよね。怖い怖い、やばいよ。それ見えてたらバンされる。見えてないよ、大丈夫。マジ、ユナタソしか信用できねえ。すでに似合ってる。見えてないよね。ねえ、見えてないよね。あの、これでこれしたらいいじゃん。もう完璧じゃない、これで。あ、ちょっと後ろのチャックが閉まらない。ワイが閉めようか。閉めて。あ、体硬くなったのかな、私。変態侍じゃん、みんな。変態侍のみんな、じゃ。拙者ってこと？そう。ベロアのリボンっていろんなゴミ引き連れてくるよね。わかる。ドゥドゥン。あ、いいんじゃない。もうこれにした、めんどくさいから。これだったらいいっしょ。もういいっしょ。どうせ衣装だし、どうせ衣装やね。似合う、かわいい。え、黒って言ってなかった？あれ、私の見間違いかしら。前髪うざい、前髪うざい。え、前髪切りたい、無理。ちょっと待って、前髪切りたい、前髪切りたい。衝動が、衝動が抑えられない。切ろうか。絶対やだ。
こで何が登場するかというと、昨日のシュシュなんですね。どれだろう何個かあるのおもろいだろう。そう、エクさんに出会うまではこれでいいよ。いいでしょう。リカ何時に始めたっけ？ 10 時 ?45？ だよね。13時15分に終われば間に合うから2時間半できてるよね。やばい、もう本当に計算できない。最近マジで何もわからない。これ何？あー、いらないわ。ここでいいわ。もうこれでいいじゃん。バッチリ。仕事頑張って。好きな人から最近連絡もらえないんですけど、好きですよね。やっぱ自分からアクションを起こすということも大事ですよね。やっぱ可愛いわ。っていうか、そうな、みんなそうなの？リアルにも好きな人いるの？いるんだ。でかい目だけじゃなくて？
ちょっと嫉妬しちゃうかもしれないな。リアルにはいません。まつげやば。まつげ長、横から見たらえぐいよ。ほら、私の努力の甲斐があって。リアルの声面倒なのでいない。でもそうやってさ、私は恋愛したくなったらしますけど、でも人に決められて生きる人生なんて嫌なので、私は別に恋愛したくなったらしますけど、なんかみんなはさ、まあ、してほしくないって思ってるわけじゃないですか、私に。それでさ、なんか自分はさ、リアルで好きな人できたとするじゃん。それでうまいこと言って結婚して、その時ってさ、推しのことって考えないわけ。自分ばっかりこう幸せな人生を手に入れてっていいのだろうかみたいな、そういうことはあんま思わないわけ。やっぱそういうところがとことん人間って自己中だなって思っちゃうね。人には恋愛を抑制させておいて、自分だけ幸せになった時はもう別に推しのことなんて、あーそんな子いたなみたいな。これだからアイドルって切ないよね。あんなにイケメンと絡むなとか言ってアンチしておいて、でもリアルにそういう好きな人ができたらもう私なんて忘れちゃうんでしょ、みんな。これだから嫌ですよね。だから私も好き勝手させていただきますという所存です。リアルに好きな人と結ばれることはありません。そんなの分かんないじゃん。頑張ったら結ばれるかもよ。なんかシワシワや。これで直すって。
まあアイロンではあるからそうだよね、別にいいよね、治ったじゃん。だって私よくやるんだけど、こういうのとかこういうのとかって直しちゃう。オッケー。ありゃ。こういうことだ。メガネ似合う、家庭教師みたいもう肉まんじゃなくなったでしょう。肩どう？今日は教科書110ページの歴史について学んでいきたいと思います。やる気ある？勉強し本当かな。さっきからみんな先生のおっぱいしか見てません。ちゃんと授業に集中してください。集中できそう。人間の心理歴史の授業ですよ。先生に集中して学校の先生って大変なんだな。絶対できない。リカちゃんが家庭教師の世界線、家庭教師じゃない学校の先生で、家庭教師でリカ姫来たらみんなが大変なことに
なるでしょう。だからニカはだからニカはあんまり家庭教師とかはやらないからやらないかな。え、理科嫁がだって家庭教師でさ来たらみんな大変なことになるでしょ。ならない？なるよね。切れられそう。でもさ、先生に告白する人とかいるのかな。今日めっちゃ可愛いし綺麗です、ありがとう。先生に告白する人とかいるのかな。リカ先生なんか拝まれてる。禁断の恋？でも理科がイケメンの先生がいたらするかも。かっこいいあの先生ってなったらするかもしれない。宿題多めに出す。先生、宿題やってきました。宿題多めに渡す。資料も重いですよね。手伝います。放課後補習だな。やった、補習してもらえるってこと、イケメンの先生に。やば、わざと答え間違えようかな。それで本当はこれですよね、実は答え分かってたんですけど補習したくて
間違えたふりしましたってよ。どう？いい？あり？ほんな次。先生の競技。でも生徒と結婚パターンってあるのかな、ね、高校とかだったらありそうだけどね、ないのかな。卒業まで待ってのパターンね。ティアモ、うわティアモじゃん。キスをするたびに目を閉じてるのは、これでしょ。明日を見たくないから。世代なんだけど、イケメン先生いますか？いない、マジでいない。いないよそんな人。喉痛いんだけど。声ガスガス。やっぱこれ絶対花粉だよね。花粉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 。喉飴ない。リカちゃんの配信見ながらメイクしてめっちゃ赤だりました。本当？よかった。そう、春の間ずっと声がすがすかもしれない、許して。もうね、喉にくるんです。私さ、いつも春はこういう声して、喉大丈夫って言われる。花粉つらいし、鼻水も垂れてくるし。でも可愛い。そこなんだ。リカちゃん見てると自分も可愛くならなきゃって思えて、モチベめっちゃ上がる。ほんと？
ックスベポラップも使ってみてね。ベポラップの回し者いる。刺客か。なんて幸せな時間なんだ。何が？何の話してるみんな今。おもろすぎた今の。刺客差し向けられた。刺客。最近キュンとしたエピソード教えてください。25歳女性からのお便りです。最近キュンとしたエピソード教えてください。何でもいいんですけどね。胸が高鳴ったというタイミングですね。ないですか皆さん。クラクラ公園で高まりましたね。じゃじゃ、キュンとしたタイミング、例えばクラクラ公園の何の曲で誰々が何々をしててキュンとしましたとか、レスが来てキュンとしましたとか、そういうことを聞いてる。お前ら寂しいやつらだな。何にも出てこないじゃん。急にコメントピターって止まって、ねえねえ、急にコメントピターって、怖い時にくっつくって言ってて、キュンと誰のことだろうな。出だしにリカちゃんがセンターでバーンって出てきた時に振る。なんで？マックスでリカちゃんからレスもらった時、確かにマックス時で。あのさ、私じゃんそれ。リアルはないの？リアルはキュンとしたエピソード。いつもツンデレなインコが突然チューして、かわいいね。それはかわいい。え、リカちゃんだけあればいいんじゃないの？それはそうなんだけどさ、リカちゃん以外ってなんだ。まあそうよね。ポニテしているすぐ仕草にキュンとした。誰だろう。これおもろいのがみんな真顔でコメント打ってるであろうことなんよな。私がキュンとしたエピソードは、え、言っていいですか、みんな墓立たない。だよね、これは大丈夫だと思うから言うね。私も動物なんですけど、いつも会う猫ちゃんに久々に会えて、でしばらくこうやって横にいたの。
でバイバイって言って私が立って行こうとしたらなんかもう行くのみたいな顔でにゃーって泣いてて、え、行っちゃダメかな私、もう今日お仕事休もうかなってなった時にちょっとキュンとしました。もう行くのみたいな感じでついてちょっとトドってついてきてにゃーんって泣いてて、え、かわいいと思って、かわいいよね、やっぱ猫飼いたい、その時には猫飼いたいってなったそう、ついてきたの私に。猫飼いたい病が出てしまいました。そう、少しだけいるだけならなんかアレルギーも大丈夫なんですけど、猫飼いたいあるよね、ヤバティーな曲で。ねえ、今日の配信何するの？マジで何も知らないんだけど。やばくない？猫の出れば離れられなくなり、うん、どうしたのってなっちゃう。イケメンの飼い主登場するのかと身構えててごめんなさいそれ熱いね、その展開熱いね。え、あ、飼い主さんですか、すいません、いつもここにいるのでお話ししちゃってました。あー、いいえ、全然いいんですよみたいなこいつすぐどっか行っちゃうんでみたいな。あ、そうなんですねあ、もう私行かなきゃいけないのでいっぱいご飯あげてくださいね、いつもおしゃべりしてくださってありがとうございますみたいな。あ、いえ、全然私も癒されてたので帰り際に、あのーって引き止められて、はいって言ったらまたおしゃべりしに来てくれますか、今度は僕ともキュン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 だこれだわこれだわとか言ってこれだわっ猫飼わねば、いや全人類猫飼った方がいい、マジで猫ちゃんがだしに、やめなさいそういう言い方すんの結果的にはそうなったかもしれないけど、別にそう使おうとした思いはないんだから
昨日私の猫が死んだ。え？本当に？無理してショールーム来なくていいですよ。そんなの泣いちゃう私無理。多分もう2年ぐらい立ち直れないと思う。うちの子がリカちゃんに会いたいってすぐ泣くんですよ。かわいい猫。あー前髪切りたい、うざい、無理。前髪切りたい、前髪切りたい。前髪切りたい、前髪切り大祭り。はじめまして、はじめまして。猫姫は猫っぽいよね。どういうところが、どういうところがですか？気分屋のところが。はじめまして、ずっと可愛いなと思ってひっそり応援していて、勇気出して拳を出した。いらっしゃいませ。ひっそり応援してくれてたんですね。大っぴらに応援してください。ぜひ。大っぴらに応援してください、ぜひ。秋田なんですが、バター餅を気に入り、めっちゃ美味しかったバター餅。わあ、読んでくださった。読めますよ、ソニア。します。猫が病気、何の病気ですか？
私だったらもう何もできなくなって思考放棄して川に飛び込むね。こんにちは。わあ、リカちゃん今日も可愛い。今来たの？どん兵衛は何が好きですか？どん兵衛はそばかき揚げきつねきつねきつねのどん兵衛が好き。きつねうどんうどんやないかーい。また相葉しおりさんところぜひぜひ。信濃川、川に信濃川に飛び込む。新潟には阿賀野川もあるぞ。拾ってね。そしたらピカ姫泳げないから。飛び込むの止めます。多分止められないと思うよ。意志は固い。私の猫は死ぬ。食べたくなんかご飯かな。そっか、悲しいね。ものすごい力で突破しそう。私は春の妖精だから、春になったら桜と一緒に消えるの。だから言ってますやん、春中止って。夜はどん兵衛っぽい配信ですか？いや、わかんないよね、それは。消えないで、それはやめて。でももう、仕方ないよね。みんながさ、浮気したりさ、理解名のことちゃんと押してたら、やっぱり後悔はないんじゃない？春はなくなったんだよ。あれ、なんか取り憑かれてる、真白さん。真白さん気は確か。刑事ポニテ教養がとどめだったかよくわかってるじゃん。みんながリカのこと大事にしてくれないからそういうことになるんだよ。むしろずっと冬であればいいのか。シュン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 。確かに春だけだったらいい。ずっと日本中がピンク色。吉岡里帆さんと。でも確かにガンニバルで吉岡里帆さんのちょっとあのエッチなシーン見ちゃったから、なんかちょっと気まずいねきまずいねって感じ。勝手にね。
なんかおっぱいだった。なんあの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 あこれぐらい表現すな手やめなやめなさいすごいおっぱいだった。みんなもりちゃんのグラビアやってみてるのかなって思ったらちょっと嫌な気持ちになった。嫌な気持ちになりました。なんかちょっとすごい嫌な気持ちになったそういう目で見てるってことでしょう。最低だね。でもさ、それをさ、他の人にもそういう風に見られるのは嫌じゃないの？みんなは嫌じゃないの？普通にさ、だって私のことを好きだと思って応援してるわけでしょ。それは嫌じゃないんだ。嫌ですね。あ、嫌なんだ。みんなそういう目で見てるんだよ。だってそういう目ってちょっと何かわかんないけど巧妙な二段トラップで複雑な気持ち。本当？どういう目で見るのがファンですか？え？健全な目だよ、健全な目。リカちゃん可愛いなって。やっぱりちょっとあの綺麗だな、ふうりゅふりゅふみたいな感じはちょっと私は受け付けない。やめてってなる俺じゃん自覚あってよかったよ。自覚があってよかった。これで自覚ない人いるから、たまに。嫌になるわ、ほんと。みんなね。嫌だよね、そんな。
リカちゃんのグラビア眺め。え、リカでも最近やってないじゃん。そういう時って何どうするんですか。なんか掘り返してみるんですか。あのなんか なんとかわかんないけど、なんかそういう時ってどうするんですか。どうするとは。いや、なんかどうしてもグラビアが見たくて仕方ない時はどうするんですか。昔のやつを検索するんですか。どうしても見たい時はほらあるじゃん。そんな時あるんですかみたいな言ってる人いるけど、あるじゃん。トラップ。クソ、なぜ気づかれた。クソ。なぜ気づかれた。めちゃめちゃ笑顔で踏みに来たやついたぞ、2、3人。あぶり出せましたね。あぶり出せちゃった。変態なんだね。え、私はね、なんか可愛くてピンクでふわふわな感じのグラビアが好きなの。ドーリーなお人形さんみたいなグラビアが好きなんだけど、皆さんはどういうのが好きなんですか。でも個人的にすごい好評だったなって思ったのは、温泉？浴衣がはだけてるやつ、あれがめっちゃなんかみんな いいねって。多い、見えすぎててもダメなんだよな。ちょっと帰ってもらっていいですか。だってそれ分からんもん。私はてない方がいいまである。日常と非日常の間ぐらい、絶対領域のライン、見えてない方がいいまである。匠の裸よりかな。
白シャツはたけてる方がええやん、芸術だから変な目では見て、みんなすごいなんか急に口数多くなったの急に口数多くなるんだよね、変態っていうのはさ。オリコンニュースって、フレンチクルーラー食べたい。です、いらっしゃいませ。今日はゆったりゆったり準備配信をして、夜はどん兵衛の配信。かわいい、ありがとう。最近人にかわいいって言われても嬉しくなくなってきた。なんか嘘だもん、だってどん兵衛は関西の、関東の、どういうこと？怒涛の抜き、うん、明日もあるよ。明日もあるし、今日も配信ともう一個ある、なんか撮影、中の撮影、分かんないけど、私何するか分かってないんだよね実は。大変だね。クワクワ公園の中井梨花ちゃん、客席から見てみて、本当に可愛い。だって物理的に無理なんだけど。私が裂けるチーズみたいに2つに裂けたらできるよ、それは。だけど物理的に無理だよね。裂けないでー避けないで、でしょ。
客席に鏡置いてなんとかならんな。私さ、なんか最近踊りすらできなくなってきて、なんか忘れちゃうんだよね。え、てかもう本当にど忘れがやばいの最近。人の名前も出てこないし、なんか記憶がなんか直近からしかも抜け落ちるんだよね。あれ私今何しようとしたんだっけって。え、なんかなんかやばくない？え、最近やばいんだよね私本当に。なんか全部忘れちゃう。病気かな。え、やばいんだよ。なんかあれで、なんか忘れ物全然しないんですけど私。もともと記憶力スーパー高いやん。普通よ、ちょい上くらい。え、違うの違うの。なんか全然どうでもいい記憶はめちゃくちゃ覚えてたりするんだけど、なんか昨日のその部分だけ思い出せないとか、あれ私どうやって寝たんだっけとか、なんかどんどん抜け落ちていく記憶が。お酒全然飲んでない最近。疲れてるんだね。結構最近の悩み、記憶が飛ぶ。この時何してたっけって、あれ私あの後どこ行ったんだっけみたいな。はじめまして、なんだこの可愛さと入りました。ありがとう。ゆいにゃんちゃんこんにちは。脳もずっと働いてるとオーバーヒートするか。確かに脳みそね。お疲れ様です。かわいい。アイドルなんですね。まあそうですね、ギリギリアイドルですね。片足だけアイドル。全力でアイドルはしてないんですけど、まあ、片足 NGT48 っていうグループに、はい、属させていただいて、片足程度、はい、アイドルをたしなんでる状況です。はい、こちら側の近況としましては。アイドルってでも難しいですよね。振付師のあかねさんと知り合いなんです。あかねさん、一緒にあかねさんとダンスして、あ
どの団体のどのあかねさんなんだろう。あれアイドル素敵ですね。はい、そうですね。どの団体のどのあかねさんですか。あかねさん、どのあかねさんだ。どこのグループか調べてきて。はい、ぜひ。新潟？振り付け師のあかねさん。謎のあかねさんが現れた。トゥ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 ツトゥルドゥルドゥン。トゥントゥントゥルトゥントゥントゥ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 。桜坂46も振り付けたみたいです。私多分接点ないかもしれないです。え、私が忘れてるだけかな。待って待って、怖い怖い。もう最近なんか本当に、最近なんかこういうの多いんだって。本当に20も、え、そんな人会ったことない気がするけどな。あれ、わかんない、私が忘れてるだけかも。でもわかんないです、記憶が記憶にない、本当にない、記憶に。でもなんか昔も忙しすぎて、なんか急にあれ、どうして私ここにいるのみたいな、その窓のところにカーテン掴んで立ってたりとか、もう思い出せなくなっちゃう時があって、それは寝てた時なんですけど。だから今もそれなのかもしれない、もしかしたらって思って。うん、そうですよね。リカちゃん前深夜のプレゼント番組やってた。深夜のプレゼント番組、深夜のプレゼント番組、あーあーあ、テレ朝のただや、インスタはあかね、わかった、ありがとう、あかねさん、 ありがとう、あかねさんをすごい教えてくれてありがとう。私のこと、私あかねさんと接点なかったらどうしよう。リカ姫、ドキンちゃんに顔が似てる。ドキンちゃんに顔が似てる、初めて言われたけど。初めて言われ申した。どっちかっていうと赤ちゃんマンかな。赤ちゃんマンは大好きですよ。Hello, I'm from アルゼンチン。Nice to meet you. あれ、この前来てなかった。Nice to meet you. And you?
How are you? 赤ちゃんマンヘアしてるときのリカちゃんかわいいよ。赤ちゃんマンヘア最近ハマってるんだよね。ハマり最近ハマってる。I'm fine. I'm fine. それならよかったよ。赤ちゃんマンヒアかわいい。赤ちゃんマンヘアね、確かに最近ハマってるんですよ。でも自分ではやらない。メイクさんが入ってる時はやるけど、こんにちは。はい、こんにちは。赤ちゃんマンヘアも頭痛くなるけ。うん、頭痛くない。基本上で結んだりしてるのは頭痛くなります。血が止まるからね。こんにちは。なんでこんな急にみんな来たの？お昼休み？お昼休みはウキウキウォッチってこと？あちこちこちこちいいと思う。ドゥルトゥ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 。これ知らない世代いるの怖くない？令和生まれはみんなこれ知らないんだよ。お昼休みはウキウキウォッチ。あちこちそちこちいいと思う。これ知らない世代いるんだよ。今でさえトリビア知らない人いるでしょ。もやっとボールでわからない人がいる世代ですよ。偉大な番組ね。パッチェルとかわかんないんだよみんな。やばくない？IQ サプリ、そう DS のカセットまで持ってたっけ。パジェロ知らんとか怖っ。パッチェロ、パッチェロ知らないんだよ。今の子たちは VSR らしい世代でしょ。だってあれの前身となる、なったであろう番組があったんですよ。私はすごいそっちの方が好きだったけど。マジカルバナナはわかるわかる。だってさ、あれ、悲しい時とかもわかんないってことでしょ。パジェロもう売ってないし。カヒメ植えたいって、それはめっちゃちっちゃい時は言われてた。
ついなでしょ。学校へ行こうとかね。あと なんだ、知らないでしょみんな。ギリギリスとか、白鳥ミレーとか、伊藤家の食卓夏、裏技いっぱい教えてくれるやつ伊藤家の食卓夏すぎる。ブンブンブブブンはブルーな気持ちとかもあるよね。シュッ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 から始まってブンブンブブブンになって、めちゃイケ、実食はめっちゃテレビ見てたもん私。あれ出たら なんか嫌いな食べ物のところも好きな食べ物にしようって思ってた。食べたくないから。食わず嫌い。これを知らない世代が出てくるということですね。怖っ。男気じゃんけんとかね。怖いね。ここ怖いね。おや。ジェネギャって怖いな。ジェネギャ怖いよ。うわ、髪の毛抜きサブローした。こんにちは。これ切ったらどうなるんだろう。くらやばつけてないとダメだ。これが限界なんですね。やっぱね、眩しいから。みんなさ、お昼休みなのにご飯食べに行かないの？一緒にご飯食べる友達がいないの？悲しいってこと？友達いない？なんでバレたの？リカ知ってるよ。みんな友達いないの知ってるよ。どうせ友達いないんでしょ。ご飯くらい一人で食べれるよ。涙、悲しくなってくる。そんなこと言わないで。
大丈夫だよ、リクも友達いないから。はい。なんで知ってるんだ。みんな友達いないんでしょ。悲しいんだね。じゃあリカの配信が終わってもリカ姫の動画とか検索してそれ見ながらご飯食べな。そしたら寂しくないでしょ。友達もいないし彼女もいないし奥さんもいないし悲しい人生かもしれないけど、リカ姫がいるからちゃんとリカの動画とかを検索して寂しくないようにしてご飯食べるんだよ。もしもなんで私友達いないんだろう。なんでみんなとワイワイ楽しく僕だってご飯食べたいなって思ったらリカ姫にちゃんと姫にちゃんと僕は友達がいないのでリカ姫のことを友達だと思っていいよって言いに来て、そしたらいいよって言ってあげるから。だから寂しい思いはしないでね。どうせ友達もいない彼女もいない好きな人もいない味気のない人生で生きていかなきゃいけないんだから、リカ姫がいたらそれはちょっとぐらいはね彩り豊かな人生になるでしょ。優しいのか鬼なのか。そうでしょ。だからあんまり無理せず、その友達がいない自分を卑下することなく楽しく生きていこうね。そう、多分みんなの性格に難があって友達ができないのかもしれないけど、でもそれも個性だからさ。ね、なんか仕事ができなくて怒られてばっかりで私はそんな人と一緒になりたくないって思ってみんな寄ってこないのかなって思ってるのかもしれないし、その通りかもしれないけど、でもそれも個性だから、だからあんまり自分も責めずに強く生きてください。7位が元吉さん、6位が龍二さん、5位が竹さん、4位がゆうきさん、3位が北川さん、2位がリモキさん、1位がビスコさんです。ありがとうございます。なんか無性にセーターの毛玉取り始めたよ。強く生きていくんだよ。じゃあね、一人でも寂しくない、無理しないでね。バイバイ。みんな強く。